っそっちおっちです。こんにちは、えっちゃんです。いっちゃんです。とみちゃんです。とみちです。とみになるなるなるです。はい、ということで、はい、今回はキャンプ場にやってきました。キャンプ場といえばね、バーベキューですよね。ですよね。みんな大好きだよね。でも普通にバーベキューやるわけありまして、普通にやりたい。ということで今回はですね、それぞれ NG ワードを設定して、もしそのバーベキュー中にその NG ワードを言ってしまったら、その人は即帰宅してもらいます。あ、やだよ。せっかくキャンプ場に来て、何度も何本かで撮影したいんですよ。なのでちょっと今回は即帰宅ではなく、バーベキューから移籍してもらいます。帰宅帰宅。なんでそんなことする必要があるんですか。みんなで仲良く食べないと。 YouTuber だからです。じゃあ僕やめます、今日思って。そしてですね、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと止めて止めて。あぶらー。はい、ということでですね、しかも今回もう一つルールがございまして、バーベキュー、一人脱落するごとに食べられる食材が増えます。最高。なるほど。じゃあ、蹴落とし合いってこと。やばー。まず一番最初は飲み物だけ。おー。で、一人外れたら野菜食べれます。それと交換に。そう。やばー。で、また一人脱落したら普通のお肉食べれます。で、また一人脱落したら次、海鮮食べれます。なるほど。やばー。そして、もう一人脱落したらいいお肉、二人だけ食べれます。そう。最初に脱落した人は飲み物だけ。はい、はい、そうでございます。ということで、まあ、みんな言わないように、さらにお肉自分食べるためにも言わせなきゃいけません。本気やな。ちょっと待って、俺メンバーを裏切るようなことできない。さあ、ということで早速 NG ワード設定していきましょう。あ、そしたら、はい、ということで NG ワード書き終わりました。まず私はですね、イッチーの NG ワードなんですけど、こちら言いますね。イッチーね、絶対言います。はい、続いて私なんですけど、私はえっちゃんのです。こちら言いますね。これは言うと思います。はい、私が書いたのはこちら、言うやろ、さすがにこれは。はい、よっちはなるです。多分これ下手したら10秒後ぐらいに言うかもしれないです。私はドミちゃんの書きました。こちらです。私が考えたりっちゃんさんの NG ワードはこちらです。はい、これしかちょっと思いつかなかったんでこれにしました。はい、ということでみんな NG ワードを頭の上にセットしたので、じゃあバーベキュースタート。じゃあ飲み物、みんな飲み物ある？そうだね、ある。せーの、ケピー。怖いよ。あ、もうね、みんなね、見合ってる感じがすごい。みんな あれだよ、何何、仲良くやろうね。そう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 。 OK、 する気ある。 OK、 する気ある。あれ、あれ、 OK、 ちょっと、うん、じゃあ、いやあ、今日は暑いね。暑くなくない？暑え、自然の空気。りっちゃんはさっき言ってたけどさ、りっちゃんはさっき言ってたけど、りっちゃんはさっき言ってたけどさ、自然の空気。え、あ、え、あ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 、いや、好きだろうなって思ったのよ。はい、えっちゃんがね、アウトになったということで野菜が食べれます。なんで？めちゃめちゃ慎重じゃん。甘くない？飴使おう。飴使って OK？ 大丈夫？怖くて。野菜好きな人、野菜好きな人、大きいやつは外で。野菜好き？うん、ええ。どの具材が好きなの、みんな？あ、そう、キノコ。キノコ全部。この中だったらキノコ全部。え、みんな肉好きじゃない？お肉、いや、だってない。あ、でも肉食べないんだったら食べない。めっちゃ狙ってくる。この人うるさい。いや、みんながなんかさ、バーベキュー、せっかくのバーベキューなのにさ、静かだからさ、食べれないのに、うん、食べれないのに焼いてくれるの？ありがとう。ありがとう。ありがとう。これは優しい。ありがとう。ありがとう。これは優しい。ありがとう。ありがとう。これは優しい。ありがとう。いいよ。
菜も食べれる。やば、ありがとうございます。すごっ、でかした、やったさあ、最後でドミちゃんアウトなので、はい、もうここで行けます。行こう、やっさ、そっち来てか、え、ちょ、焦げてない、大丈夫？牛タン焦げてない、大丈夫？牛タンが大丈夫って分かったら牛タン、野菜お願いします。結局、あなたのためにいっぱいあるのに、野菜並べとくだけ、並べとくね、食べれないけど、ありがとうございます。ひっくり返してね。なんでみんなで一緒にバーベキュー来たのにお肉残してくれない。おい、部外者は黙っとけ。サバイバルなんだよ。部外者は黙っとけ。バーベキューといえば肉でしょ。私水分しか取ってないんですけど。うわっ、雷、これ私の怒りです。なるできる、大丈夫。え、さっきのやつなんだっけ。ほんと気をつけてね。実はね、いい感じかもよ。ナス、あと裏面。え、これも結構いい感じだよ。何してんの。ね、これも結構いい感じよ。なる。みんな食べる？なる。違うよ。食べよ。なる、違うよ。じゃあ、待って。ちょっと、あれすぎるから、はい、あの、生き残ったところまでは食べていいことですよ。オッケーオッケーオッケー。はい。野菜食べれる。野菜食べていいよ。芋食べれる。出る俺。あれ？まあ。生き残ったところまで？めちゃめちゃうまそうやん。食べよー。はい。では、食べよう。肉。よいしょ。あ、いい匂いする。食べたいな。めちゃめちゃうまい。牛タン、美味。いいな。はい、これ、うん、そっちで食べて。ありがとう。ごめんね、食べれないのにね。いや、本当に。なんで私優しいんでしょう。うん、あ、優しい。ああ、美味しそう。焼こうとしちゃった。ねえ。え？ねえ。うわ、やったね。うわ、やったわ。何やった？うわ、真っ白の牛タン。うん。え？毎回じゃん。まあ、いつかやると思ってたよ。なるさ、美味、うん、しい、うん、めちゃめちゃ美味しい。とっても。じゃあ俺の好きそうなやつ取ってくれる？どれでもいいよ。俺が好きそうなやつ。あ、いい、うん、ありがとうね。じゃあ、え、あー、そうね。マジ言ってんの？うん、いくよ。え、あー、ねえ、危ない。ねえ、何やってんね。なる、危ない。ちょっと待って、何やってんの。私の怒りの音が、あー、なんて美味しそうなんでしょう。あちゃ、あちゃ、りっちゃん、かぼちゃ食べたら強制取れるって。やばいじゃん。そうなの。うん、取れたら。あ、でもかぼちゃ食べたら、あれだよね、なんか成長するんだよね、いろいろ。うん、なんだっけ、それ前も言ったの。なんだっけ、すごい気入れ。なんだっけな、あ、お尻食べたらでも胸大きくなるってりっちゃんも。お尻食べたらでも胸大きくなるって、胸大きくなるってりっちゃんも。はい、アウト。は？まずね。え、こっちじゃないの？え、はい。ねえ。いい肉よ、もういい。いい肉です。みんな私のこといじりやがって。お前ら。いや、むずいなと思ったの結構。言ったわ。普通に言ってくれた。いやでもこれは、こう和んだ雰囲気になった時に絶対言うと思った。はい、ということで、生き残った私となるはいいお肉。さあ、いいなぁ。あ、すごい、これめっちゃいい匂いするんだけど、私何も食べてないんですけど。なんか、ありがとう。ここの運営の人みたいになってるけど。あ、みんなで美味しいから食べてってね、うん、いいからね。かぼちゃすごい美味しい。じゃあ、そうするか。うん、何回までに3回まで。オッケー、じゃあ3回までに自分の言えた方が勝ち。うん、おお、なるほど。じゃあ、まず1個目いくね。やばい、ブブー。おお、やった、おいしい。オッケー、正解。え、マジで。いや、俺も分かってたと思った。みんな言わせなよ。そう、でも全然言わなかったの。なんで、え、なんでよかった。今なんかヨッチがずっと私になんかこれなんとかしていいとか取ってって言ったから、なるそれかなって。違う、なるは苦笑するんだよ。
はいはい、あ大丈夫って言ったら大丈夫って言うからそれでうわーミスった。えじゃあ何でしょう。なんかやっぱヤバいとか本気だと思うよね。すげえよとか。だってこっち悪い。えあと1回だよ。親近感。だからもっともっと言う。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 もっとみんなが言いそうな感じ。できたみたいです。うわそう食べよう食べよう。いいの。いいなステーキステーキ。何も食べれてないな。いただきます。いいな。美味しそう。黒毛和牛でしょ。いいな。黒毛和牛いいな。いただきます。うん、やばちょっとレアかも。ちょっとレアちょっと焼きちゃう。やわらかお茶美味しいな。お茶おいしいな。ラスト発表。あ、マジ。おお、マジか。正解。正解。いや、マジか。なんかそういう系だなって思ったの。いや、そうだね。強制取れるらしいよ。そういうのばかりのなんか。でもそれりっちゃんに言わせようと思ってたから完全に胸とかなくて頭に。すごい、ナイスパスだった。はい、ということで NG ワードバーベキューでした。ということでまだねちょっと食材はあるので。食べる人が食べます。はい、ということでこの動画面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、他のおすすめ動画も貼っておきます。見てください。それでは次の動画で待ってるよー。